こんばんは、五十嵐レイです。皆様、今週も競馬お疲れ様でした。もう難しいレースが多かったですね。私も全然ダメで、もう今最終レースが終わってから今ねこれを撮ってるんですけれども、まあ馬券外れて、でちょっと外見たらもう真っ暗じゃないですか、この季節でね。だからもうめっちゃ悲しいような気持ちになっているんですけれども、でもね、もう競馬ファンのプロなのでね、ここはしっかりと気持ちを切り替えて、この動画ではエリザベス女王杯に出走してきたら、もうこの2頭だけは、もういつもね1頭なんですけど、ちょっと今回欲張ってこの2頭だけは買いたいっていう推奨馬を紹介したいなと思います。もう今年のメンバーはね、もうなんかかなり上位拮抗したメンバーが揃ったので、まあ、難解なレースになるのかなって思っています。ではまず1頭目に選んだのがスタニングローズです。金走のレース内容は結果を残せてはおりませんが、まあ、今回のメンバーで G1 馬はねレガレイラと、あと秋華賞を優勝したこの馬だけって考えたら、まあ実績は上位なのかなと言えそうなんですよね。また G1 戦線での成績もタイム差のところで見ると大差っていうほどの着差ではないので、まあ今回のメンバーならなんか復活の一発に期待が持てそうかなと思います。で次2投目に選んだのがモリアーナです。はい、モリアーナ、まあ、この子は展開次第の馬なんで、なんかね、まあ、当てにできないタイプというんでしょうか、まあそういう子なんですが、でも前崩れの展開になれば最後はね確実に足を使えるこの馬にチャンスが巡ってくる可能性は高そうです。で今日の段階ではスタニングローズとモリアーナ、はい、この子たちを推奨馬に選びました。そのエリザベス女王杯の予想は今週の金曜日の夜に配信予定となっております。皆様のご視聴お待ちしてます。